Hunter, 入山許可証は? 入山許可証のないものは通せないよ! Yeah!
Yeah.
ジ、こんなどこだ。二人で楽しくやっていたのに連れ出しやがって。あの女、お前があんまりしつこいから俺に合図を送っていたのさ。だから連れ出したんだ。何だと？お前みたいなタコ坊主と飲んで喜ぶ女がいると思うのか。タコ坊主だと？表へ出やがれ。勝負つけてやる。喧嘩だ。喧嘩だぞ。喧嘩だ。すれかねえれ。おい。行くぞマゴシ。うえ。汚いぞ飛び道具なんて。これからの時代はこれさ。槍なんて古いんだよ。抜かしたね。やめろ二人とも。暗黒時平家といえば暴走陰流の槍の名手として世間に名だたる男、雑賀孫一といえば言わずと知れた紀州雑賀鉄砲軍団の頭領。その二人がつまらねえことで命のやり取りをするなんて、名前は泣くぜ。誰だお前は。柳生一族の若頭領、柳生十兵衛と見た。じゃあお前があの剣の達人の柳生十兵衛か。こいつはいい。この田舎の町にくしくも天下の豪傑が三人揃ったわけだ。喧嘩はやめだ孫一、今日のところは勘弁してやる。よし、通りな。
ケモノだ。突然鉱山の奥からバケモンが。バケモノ。俺は止めたんだが、鎧姿の女が一人奥の方へ。何？やっぱ舶来の酒は一味違うぜ。おめえなかなかやるじゃねえか。女湯でも覗き見するか。いやいや、人体研究の一環としてだな。本当にくれるのか？後で返せって言っても返さねえからね。
天馬野郎、俺の腕を見せてやる。アゴイシ、そんなところで見ていないで一緒に戦え。嫌だね、気が乗らねえ。カッコつけやがって。えい、仕事にもない連中で助けてください。オラの娘が、オラの娘が化け物にさらわれただ。娘だと？おい聞かせろ、お前の娘は可愛いのか？もちろんですだ。親のオラから言うのも変だが、とっても可愛いだ。よっしゃ、俺が連れ戻してやる。どこだ、どっちに連れて行かれた？あっちだ。よしよしよし。エケ、相変わらず女には目がねえな。さらわれた娘は見つかったのか？まだだ。一体どうしたというんだ？俺の夢は一国一城の主になることだ。そのためならたとえ信長でも家来になってやる。本気か、エケ？物の例えだよ。それを言ってね、こいつ笑いやがって。つまんねえ夢だからよ。十兵衛、お前の夢は何だ？
夢なんてない。俺にあるのは信長を倒すことだけだ。ここにも怨霊に取り憑かれた奴がもう一人いたってわけだ。ふん。怨霊だと？どういう意味だそれは。マグイシ、thank you.
いたぞ起きろ小僧、俺たちから吸った財布を返しやがれ。なめさまにしやがって、起きろってるか分かんねえのか。うわ、財布、ああ、あれ元の持ち主に返しといたぜ。なんだと。ここまでおいで。あらよ、待ちなさい。おい、面白かった。てめえ、ぶっ殺してやる。うわっ、うわっ、うわっ、うわっ。峰打ちとは甘いな。ま、一応礼を言うぜ、野牛十兵衛。どうして俺の名を。全滅した野牛の将へあんたが帰ってきたのを物陰から見ていたのさ。誰だ貴様。風魔小太郎。なるほど、北条家お抱えの忍者軍団の若頭領か。なぜこの土地へ。今売り出し中の織田信長の顔でも拝ませてもらおうと思ってな。敵情視察というわけだ。だったらあまり悪ふざけをしないことだ。何、己の腕を誇る奴はやがては己をも滅ぼす。余計なお世話だ。